第一次バロン戦争は、イングランド王国における内戦。ジョン王に対して、ロバート・フィッツ・ウォルターらが率いる造反諸公が戦った。また王太子類が指揮するフランス軍が諸公派を支持した。この内乱の原因は、ジョン王が1215年6月15日に、調印したマグナカルタの承認と遵守への拒絶と、フランス王太子の野心である。また、王太子類は、 反乱諸公らが、ジョン王と和解した後も戦争を長浴びかせた。第一次紅白戦争とも言う。ジョン王は1215年6月、彼の指導力のなさや、先制的な支配に耐えきれなくなった有力諸公らによって、諸公の要求条項に無理やり署名させられた。そして、1215年6月15日に告示が押された。その代わり、 1215年6月19日、諸公は、ジョン王に対して、忠誠を誓った。取り決めを記録した正式な文書は、6月15日、王国の大法官庁によって作成された。これが、マグナカルタのオリジナルである。国法が、マグナカルタを表すための重要な言葉であり、王の気ままな意思に反対するものとなっている。1215年のマグナカルタには、 理論的に王の権力を制限する著名な条項として61条の保障条項が存在した。この条項は25名の諸公の集団がいつであっても実力で王に逆らうことを許すものであり、中世の封建社会の法的システムでは差し押さえと呼ばれる一般的なものであったが、これ以前において王に対して適用されることはなかった。また、ジョン王も この取り決めに本気で応じるつもりもなかった。1215年の夏から数ヶ月が過ぎても状況は進展せず、反乱諸侯と王及びその支持者たちとの間で戦争が始まった。マグナカルタの承認問題に橋を発したこの戦争は、イングランドの王座をめぐる戦争へと変化する。造反諸侯は、戦力的な不利を打開すべく、フランスのフィリップソン・王の息子。 王太子類に助けを求めた。この当時、ノルマンコンクエストから150年ほどしか経っておらず、イングランドとフランスの関係は、後々のような単純な敵対関係ではなかったので、ある。現代に残る資料、ウェイバリーの年代記は、王太子類が、イングランド侵攻のために招兵されたことについて、外敵によって略奪されている王国を守るためで、あった、という明確な表現をしている。 ルイは1215年11月、ロンドンを防衛するために騎士による派遣団を送った。この時点において父親たるフランス王や教皇からの反対があったのにもかかわらず、彼はあからさまなこの侵略行為について同意していた。1216年5月21日、サネットの海岸防衛兵は水平線の彼方にほ影を発見し、翌日、 ジョン王とその軍は、ルイの率いる侵略軍が、ケントの沿岸に上陸する様子を目にすることになった。ジョン王は、サクソン人の中心であるウィンチェスターに逃亡することを決意したため、ルイはロンドンまでの行進についてほとんど抵抗を受けることがなかった。ロンドン入場後も目立った抵抗を受けることはなく、造反諸侯や市民たちから公然と歓迎を受けた。 ルイは退官こそしなかったが大聖堂においてイングランド王位につくことを宣言した。スコットランド王のアレクザンダー二世を含む多くの貴族たちはイングランド内の自分たちの財産を保持するために集まってルイに忠誠を誓った。6月14日、ルイはウィンチェスターを攻略する。この時点ですでにイングランドの半分以上を征服してしまったことになる。こうした流れを受けて、 ジョン王の支持者のうち多くの者は、造反諸行に倶り替えした。ジェラルド・オブ・ウェールズは、狂気に満ちた奴隷的服従の時代は終わり、自由の時代がやってきた。イングランドの首は、首気から解放されたのだと評している。6月中旬までに、カンタベリーとロチェスターにあった王宮と、両都市、及び、ケントのほとんどはすでに、ルイの手に落ちていたが、フランス王は、息子が、 イングランド征服の鍵となるべきドーバーをまだ選挙していないことをあざげっていた。ルイはドーバー出兵の準備を始め、6月25日に進軍を開始する。優勢なルイの軍隊であったが、当時のドーバー上手であるヒューバード・ドバーは、1205年、フランスのシノン城をめぐる戦いにおいて、フィリップ2世の軍を相手に、城を長期間うまく防衛した実績があった。 最初の包囲戦は7月19日に始まった。ルイは、城の北門を防御上の弱点と見抜き、そこに兵力を集中させた。ルイの兵たちは、外保の土台を掘り進めて、城門を倒してしまおうとしたが、ドバーの兵は城壁への工作を巨大な材木を使って妨害し、ついに侵入者らを撃退することができた。包囲戦は、約3ヶ月続いたが、 決定的な打撃を城に与えることはできず、工場側の兵たちも徐々に消耗してきた。そのうち、ルイが占拠していたケントで、ウィリアム・カッシンガムが率いるウィールド地方のユンデラが放棄したため、10月14日、ルイは休戦を提案し、すぐにロンドンに戻った。ウィンザー城とロチェスター城でも、それぞれ包囲戦が行われていた。ウィンザー城のローアーワードは、 ひどい損傷を受けたにもかかわらず、2ヶ月の包囲戦の後大制派の騎士ら60名がまだ生き残っていた。この損傷は30年近く前の1189年の時点における諸行らの包囲攻撃でできていた可能性もある。ジョン王は1206年に115ポンドの費用をかけてロチスター城を修理させており、マグナカルタについての交渉をしている間に、 ロチェスター城の先、売り券も有していた。だが、1215年5月、彼は、カンタベリーの大司教であるスティーブン・ラングトン EN、スティーブン・ラングトンに、城の管理券を返還することを強要された。造反諸侯は、ウィリアム・ドビニーが率いる軍を城に送り込み、その上司であったレジナルド・ド・コーンヒルは抵抗せず、会場、以後は、造反諸侯の手に落ちていた。 1215年10月11日、この城を奪還すべく、ジョン王は自ら包囲戦を開始した。造反諸侯ら老城側は、ロンドンからの増援を期待していたが、ジョン王は、その途中の経路であるメドウェイに架かる橋を焼き落として、増援を遮断するべく、河川を出した。ロバート・フィッツ・ウォルターは、王の作戦を止めるため、橋を目指しつつ戦ったが、 最終的に撃退されて退却した。また、彼は、ロチェスター大聖堂で、略奪行為を行い、価値のあるもの全てを持ち出すと、聖堂を馬小屋に使った。こういった行為はラングトンから、避難されている。ジョン王軍は5台の工場兵器を使用し、カーテンウォールの破壊に成功した。こうして、ジョン王軍は11月初めに城壁を越えて、ロチェスター城中に侵入した。 同様の戦術は南東の塔の攻略などについて引き続き行われた。城の屋根は大きな支柱によって支えられていたが、これは木製であった。1215年11月25日に、ジョン王は司法長官らに対して、昼夜を問わず、下級的速やかによく太った40匹の豚を輸送するように、豚は食用に適さないものを送れ、この豚は 我が軍が城を燃やすのに使うという手紙を送り、取り寄せた豚から取った油を使って、支柱と屋根を燃やしてしまった。造反軍は、砦出のクロスウォールの後ろまで撤退せざるを得なくなった。工場中に捕虜となった造反軍病のうち、少数の者は城を出ることを許されたが、ジョン王は見せしめに、彼らの手足を切り落としている。ロチェスター情報遺線は11月30日まで続いた。 最終的に城は食料が尽きたことによって完全に陥落した。ジョン王は造反軍全員を攻守するつもりで豚と公守台の記念碑を作らせようとしたが、家臣のサバリド・モレオンが説得し、造反者らへの攻守刑を思いとどまらせた。なぜなら降伏したものを攻守刑に処してしまえば、ジョンが降伏した場合について洗礼ができてしまうからである。捉えられた造反軍病は、 甲府城など王族が占拠していた城に閉じ込められた。この工場戦について、バーンウェル修道院の歴史家によれば、あれほど激しい攻撃がなされ、また欧しい抵抗がされた、方位戦を覚えている者は誰も生きていない。城に対して信頼を持っていた者は、ほとんどいなかったと記録している。ロチェスター城。右側が、ラウンドタワー。中央と左の二つが、スクエアタワー翌年。 ジョンが死去すると、破壊された城の修理は、ヘンリー3世が行うことになった。彼は1000ポンド以上をかけて、新しい旧舎と出入り口を修復し、防衛力を強化するために水路に手を入れた。また、城壁内部の王族の住居の隣に、新しい教会が建築された。現存する、最も特筆すべき特徴は、新しい南東の塔である。これは、 最新の防衛的なデザインで作られており、投石などの飛び道具を、これまでより4分の3程度反らせることができ、また土台を掘り下げて侵食させるのに対して耐性がある、ジョン王は、1216年10月18日、リンカンカシャーにおいて死去し、彼の死と共に戦争をする理由もまたなくなってしまった。ルイは諸侯らの利益に対する警戒よりむしろ救済になる、ジョン王の息子。 ヘンリーを警戒しているようだった。ウィンチェスター司教のピエール・デロッシュや多くの諸公はイングランド王として退官した若きヘンリーの陣営に加わった。ロンドンは類によって占拠されており、あたかも彼の治める政府が置かれているかのようであったため、ヘンリーの即位式に使用することができなかった。そこで諸公は1216年10月28日、ヘンリーを ウィンチェスターのディバイザーズにある城から、グロスター大聖堂に連れて行き、少数の参加者の前で、教皇施設であるグアラビッキエリの主催で式が行われた。その際、ネックレスから作られた黄金のバンドを王冠として使用し、ヘンリーを大いにつかせた。1216年11月12日、ヘンリーの名前で再びマグナカルタが発行されたが、61条を、 含むいくつかの条項が削除されていた。改正された検証は、幼い王の摂政であるウィリアム・マーシャルによって署名された。多くの国は王太子類を承認したが、イングランドの南西部と中部はヘンリーの方を支持した。マーシャルは非常に尊敬される人物であり、彼は諸公らに対して親の罪によってヘンリーを非難しないように説得をした。 自身の利益に対する関心に助けられ、世論は少年から相続財産を奪うことに抵抗を感じた。さらにマーシャルは自分とその他の摂政がマグナカルタを遵守することを約束し、教皇からの支持を得ることにも成功した。なお、この時点で教皇は王太子類を破門していた。ウィリアムは徐々に類の陣営から諸侯のほとんどを寝返らせ、 ルイを攻撃させることに成功した。両陣営は約1年の戦争を継続した。1216年、ルイはハートフォード城を攻略したが、防衛に当たった騎士に対して馬と武具を持って立ち去ることを許した。12月下旬にバーカムステッド城を攻略した際にも、国王派トン軍の名誉を重んじて馬と武具を備えた上での撤退を許諾している。 1217年の初めまで、ルイは再軍備のために、フランスに帰還するつもりであったが、南海岸に向かう途中で、県とサセックスで国王派との交戦を強いられた。南サセックスのルイスでは、待ち伏せに愛兵力の一部を失ってしまい、残存兵力だけで、ウィンチェルシーに向かうもフランス艦隊の到着によって、飢餓から救われることになった。ドーバーでの急戦が結ばれると、 ドーバー要塞は繰り返し、ルイはフランスとの連絡を取ることを妨害し、そのためにルイは第二の包囲攻撃をしようとドーバーに戻るために出航した。フランス軍の野営地はドーバー城の外に作られた。これはウィリアム・カッシンガムの艦隊による増援が到着した際の包囲軍が攻撃及び計を受ける可能性があること想定してのことであった。そして、 ルイはサンドウィッチに上陸することを強いられ、ドーバーまで陸路を進軍しなければならなかった。ルイは、1217年5月12日、本格的に第二次ドーバー包囲を開始した。だが、この包囲攻撃は、ウィリアム・マーシャル及びファルケド・ブレントの攻撃と、1217年5月15日に、親ルイ派の諸公が大敗北を起死したリンカーン城での戦いにより、 ルイ軍側の失敗に終わった。ウィリアム・マーシャルは次なるロンドンでの包囲戦についても準備をしていた。しかし、ルイはこの時ドーバーでの戦い、ドーバー海峡におけるサンドイッチの戦いにおいてさらなる敗戦を起死したことに苦しんでいた。この時、ウィリアムの同盟者として戦ったドーバーのコンスタブルはヒューバーとドバーである。ユータス・ザ・モンクが率いるルイの新たな増援部隊は、 すでに壊滅し、ルイはこれ以上の戦いを続けることができない状況にあった。一年半の戦争の後、造反諸公のほとんどがルイ8世の元から離脱したため、ルイ8世は1217年9月11日、ランベス条約に署名した。ルイはイングランド王位の請求を取り下げ、イングランド内の領地を放棄する代わりに対価を受け取り、フランスへ帰還した。 条約において決められなかったことであるが、ルイは父であるフランス王を納得させるため、ヘンリーに対し彼の父たるジョンから勝ち取ったものを譲り渡したと言われている。例えば、エドワード5世やエドワード8世のように、体幹はしておらず単に布告だけして、イングランド王になった者は存在する。ルイ8世の場合、イングランドの大部分を占拠し、諸侯から王であると承認されている。 これは、スコットランド王も同様である。これは、ルイ八世をイングランド君主一覧に加えても構わないという絶好の材料となるだろう。この見解は、ドキュメンタリー番組、テリー・ジョーンズによる中世の生活において裏付けされている。ありがとうございます。